さあ審判団戻りまして、両チームも最後に戻り、まもなく後半開始の時を迎えようとしております。前半終えまして、県立宝塚東高等学校が4つの立ち合いを挙げ、試合の主導権を握っている状況ではありますが、合同チームも一心報いんとこのハーフタイム何らかの策を講じたと思われます。まもなく後半戦開始の時を迎えます。リターンからやぞ。この次どうなるの？忘れてる。リターンからやぞ。フランスでも始まってるんで。リターンチーム、KR チーム入っていけ。上の代わりが誰か入って、上の代わりが誰か入って、後半戦は宝塚東のキックオフで試合再開となります。ちょっと仕事往来あと4人、合同チームリターンに入った。リターンは4番、素晴らしいスピードになりまして、中央切れ込むように右へ流れていましたが、自陣30ヤード付近で攻撃権を終えています。この市立西宮高校の4番有本のリターンは非常に魅力的です。合同チーム自陣31ヤードからファーストダウンテさあ、まず中央へのランプレー、何枠20番ハンドオフを託されまして、左オフタックルの突進、ディフェンス殺到しまして、ゲインはしかし奪えず1ヤードロスとなっています。しかしタイミング狂いながら非常に粘りあるランを見せました。キャリア20番は一律西宮高等学校のウリュウ、高陵中学校出身の2回生。合同チームセカンダン12、セカンダン11、合同チームここでスナップが乱れました。クォーターバック1番、なんとかこれを抑えてプレー展開しようとしましたが、この時膝をついてしまいまして、ここでプレー終了です。結果的に約4ヤードロスとなっています。合同チームサードダウン15、ボールオン自陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック1番、厳しいプレッシャー浴びながらワイドレシーバー7番へロングパス。しかし7番タイミング合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。
しかし果敢にパスを投じました市立西宮高等学校のクォーターバック1番の秋田、素晴らしい粘りでした。ゴードチーム、フォースダウン15、パントフォーメーションを選択します。宝塚東、リターンに入った。しかしこれはカバーチームよく集まった。宝塚東、自陣25ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となります。井上様、チャットメッセージありがとうございます。土屋、もっと頑張れ。おそらくはこれは宝塚東のクォーターバック8番の土屋選手のことを指していると思います。激が飛びましたが、さあ土屋選手、これに応えることができるでしょうか。宝塚東ファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーから入りました。ランニングバック99番、ハンドオフを受けて中央突破しまして、その体をねじ込んで約6ヤードのゲインです。本日はそのパワフルなランプレーを見せております。宝塚東99番は増田、宝塚第一中学校出身のプレイヤーです。パス成功。クォーターバック8番、ここはパスを投じんと構えましたが、合同チームパスカバーよくパスを投じることができず、かろうじて投げましたが、しかしこれはカバーされパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。宝塚東サードダウン4。ここをランプレー突破かりました。宝塚東キャリアは18番、スピードによって中央切り込みましたが、しかし攻撃権行使に至っておりません。フォースダウンに変わります。ここで負傷者発生しましたので、ここでレフェリータイムアウトが入ります。さあ後半最初の宝塚東の攻撃シリーズをパントに追い込んだ模様です。ゴールドチームここでリターンを決めまして、攻撃に弾みをつける形になるでしょうか。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクに入ります。時計誤って進んでおりましたが、この段階で5分手前ですが、ウォーターブレイクに入ります。さあ後半に入りまして、合同チームようやくディフェンスの方では宝塚東の攻撃を止めるに至りました。ですがこのフォースダウンパントシチュエーションをうまく処理することによって、攻撃の勢いが生まれます。この形を攻撃で生かすことができるでしょうか。対しまして宝塚東もここで踏ん張られてはということで、あえてここを乗り切るためのスペシャルプレーを投入するか注目です。さあウォーターブレイク解けまして、試合再開となります。プレー再開となります。宝塚東フォースダウン2、パントフォーメーション。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキック力により攻撃位置を大きく挽回することが可能です。さあこれを決めることができるでしょうか。宝塚東、さあこのパントはシャンクしている。合同チームリターンに入った。
カバーありましたが、ハーフウェイ付近に近いところでの攻守交代ですが、イエローフラッグ反則が発生しています。さあこれは果たしてどちらのチームにあった反則でしょうか。反則はパントチーム側にありました。ファイブバック、つまりバックスというポジションの形ところに5人選手がいる形になりました。アメリカンフットボールオフェンスパントのフォーメーションには制限があります。最前列に7名、その後列に4名となっていますが、先ほどのフォーメーション最前列6名しかおりませんでした。結果的にこれは反則としてイリーガルフォーメーションになります。この反則は、ボールデッドから施行されまして5ヤード抜退する形、つまり合同チーム5ヤード前進しファーストダウンとなります。合同チーム結果的に自陣38ヤードハーフウェイ間近の位置からのファーストダウンとなります。さあいい形で後半最初のシリーズに入る合同チーム、その最初の一手はどのようなプレーでしょうか。合同チームファーストダウン10、クォーターバック1番パスを投じようとワンポンプフェイク入れましたが、ディフェンスカバーされると見てスクランブル、右オープン展開しタックル受けましたが、しかし約1ヤードゲインとしました。素晴らしい判断をしましたのはクォーターバック1番一律西宮高等学校の秋田中華道文中学校出身の2回生。合同チーム自陣39ヤードからセカンドダウン9、さあ今度はランニングバック0番の総力にかけました。ハンドオフから左オープンに展開を図るも、しかしこのランプレーは1ヤードロスとなっています。キャリアとなりましたのはナンバー0番県立三木高校の古谷、吉川中学校出身の1回生です。失礼いたしました。合同チームサダンテボールオン自陣38ヤード、パス不成功。クォーターバック1番ハンドオフウェイから右オープンにブーツレック、ブロッカーがない状態で右オープンに総力を飛ばして大きく迂回するように回り込み、そこからワイドレシーバー28番にパス、しかし28番これをキャッチミス、パス不成功でフォースダウンに変わります。合同チームフォースダウン10パントフォーメーション、パンターは一律西宮6番の加納が入ります。久学園中学校出身の1回生。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。まもなくこの反則の判定が下されます。
先ほどのプレー、リターンチーム宝塚東に交代違反がありました。フィールド上12人おりました。先ほどのプレーにより反則が5ヤード施行されます。したがって5ヤード下がりまして、フォースダウンやり直しです。合同チームフォースダウン5、パントフォーメーション。ここでスナップミスが発生しました。乱れたスナップをパンターなんとか抑えましたが、結果的にはパントを受けることができず、大きく交代しての攻守交代となります。ここで宝塚東にありました反則を利用する形でパントをさらに蹴り込みたかったところですが、ここがパント、そしてアメリカンフットローの難しさ、ミス一つがその状況を大きく覆してしまう、そのワンシーンが先ほど行ありました。さあ宝塚東の攻撃に入ります。まず宝塚東ランプレーを投入。キャリア12番ハンドオフを託されまして、中央突破、体を中央にねじ込みまして約5ヤードのゲイン。キャリア12番は百瀬、光が丘中学校出身の1回生。宝塚東セカンドダウン5。パス成功。クォーターバック、ここで右に展開したレシーバーにパスを投じました。タックル受けながらやりレシーバー、これをキャッチしまして約4ヤードのゲイン。宝塚東サードダウン残り1ヤード。ナイスラン、ファースター。宝塚東、ここでランプレーを選択しました。ランニバック12番、ハンドオフを託されまして、中央突破。体を中央にねじ込むようにして、攻撃権更新です。宝塚東、ファースター。見事、攻撃権更新を果たしましたのは、宝塚東、ランニングバック12番の百瀬。光が丘中学校出身の1回生。宝塚東ファーストダウン2ゴール、残り8ヤード。さあこのパスプレーはしかしパス不成功。クォーターバック左に展開したワイドレシーバーにパスを投じましたが、これは合同チーム84番見事にパスカバーし、パス不成功としています。素晴らしいパスカバーを決めましたのは合同チーム84番三木高校の、日高三木東中学校出身の1回生。宝塚東、しかしチャンス続きます。相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。これも合同チームナイスタック。ここで活躍しております2枠12番にランプレーを託しましたが、このランプレーを一律西宮4番が見事にタックルしまして阻止しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。しかし見事なタックルを決めましたのは一律西宮の4番の有本。本日リターン、そしてスピーディーなオープンランプレーでこの試合を鼓舞しております。クラクエン中学校出身の1回生。宝塚東サードダウン2ゴール、残り3ヤード。
タッチダウン。ここで宝塚東はクォーターバック自らのランプレーに変えました。好調なランニングバックのフェイクを入れまして、クォーターバック左オープンを独走、そのままエンドゾーン駆け込みまして、タッチダウン。宝塚東6点獲得。宝塚東トライ4ポイント。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。ここで宝塚東が後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどその交代に時間がかかり、制限時間を超えそうな状況になりました。反則となる前にここでタイムアウトを入れます。従いまして、先ほどのイエローフラッグは無効となりました。試合再開です。宝塚東トライ4ポイント。キック成功、1点追加、宝塚東35点、三高合同チーム0点です。合同チームも後半に入りまして奮闘を見えるところではありますが、しかしこの状況をまず先に打開したのは宝塚東でした。宝塚東のキックオフ。2ターンに入ります合同チーム。リターナータックルを受けながら左を独走しまして、自陣30ヤード付近の位置を獲得しました。合同チーム、自陣31ヤードの地点を確保してのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック1番、ここで左方向のレシーバーに見かけてのロングパスを投じました。しかしこのパスはオーバースロー。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、宝塚東高等学校35点、三高合同チーム0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。